うでもいいじゃないか、ルールなんて。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか小太郎の生き方って感じじゃない、今のセリフ。嘘だろ。いや、もうルールには縛られない小太郎の生き方って感じじゃん。ずっとルールの上生きてきたわ。まあ我々はね、線路の上を歩いてるようなもんだからね。長丸、この言葉知ってるかも、聞いたことあるかも。ん？いや、わかんない。ピントは来てないけど。これは、漫画、バキの、渋川豪輝が言ってた言葉。いつ言ってたんだろう。ちょっとね、ピント来ないね。これ多分、聞いてる人、誰だ、渋川豪輝って、ほとんど。いやいや、バキは多分みんな知ってるから、渋川豪輝って言ったら、ああ、渋川豪輝ね、みたいな。あ、そうか。長丸は特に好きだからさ、知ってるかもしれないけど。いや、俺言うほどだよ。あ、そうか。多分、でも違う。でも多分ね、大人の人たち、どちらかというとさ、ちょっと男性人の方多いと思うんだけれども。うん。やっぱり男性の方は、こう、バキみたいな、ああいう格闘漫画好きだと思うんで。うん。まあ、渋川豪輝とかさ、オロチドッポとか、その辺ちょっと熱い、熱いじゃん。熱いね。いや、そこハンマーバキじゃないんだみたいな感じだけど。そうだね。まあ、今回はね、本当にそのまんま、テーマもそのまんま、はい、 A じゃないかです。 A じゃないか、 A じゃないかって。幕末ぐらいにあったA じゃないか運動みたいな、あれ。そうそう、今日はそれをテーマにしてみようと思います。お、なんか面白そうだね。なんかね、あんまりこれ触れられないんだよ、なかなか。うん、A じゃないかって言ったらさ、多分今の人ってさ、富士急ハイランドとかを思い浮かべるかもね。ああ、いろんなちょっと方向に動く A じゃないかね。そうそう、 A じゃないかって乗り物。あれ、うちら行ったよね、乗ったよね、確か。乗ったね、そういえば。懐かしいね。そう、だからまあ今日はもしかしたらさね、富士急でね、 A じゃないか順番待ちしてる人もね、いるかもしれないから、聞きながら、ちょっと待ってて、みたいな。そうそう。まあ、そんなあなたにね、届いたらいいなって思ってます。すげえ少数っぽいけど、いないと思う。まあ、ということで、この A じゃないかっていうのは、はい、慶応3年、1867年だね。うん。そう、本当に幕末だね。時に、民衆が集団で歌って、踊って、まあ、熱中した大規模な民衆運動なんだよね。うん、うん。で、その発した言葉に A じゃないかっていう掛け声というか、そういう言葉が多く使われたんだよね。うん。今でこそね、これ A じゃないかっていう呼び名になってるけど、うん。当時はね、このことをね、いろいろな呼び名で各地で呼ばれてた。ああ、違う呼び方があったんだ。そうそうそう。おかげ踊りとか、うん。お札振りとか。なんか お札振りはすごい想像ができるね、なんか。ああ、そうそうそう。あと、ちょいとさ祭りとか、うん、で A じゃないかという踊りって、これ阿波で徳島の方で呼ばれてたんだけど、うん、ここがね、唯一 A じゃないかっていうようなタイトルをつけてる。で、まあ結局その発してた言葉がみんな A じゃないかっていう言葉が多かったから、うん、まあ今今日では A じゃないかっていうひとまとめに呼んでんだよね。なるほど。そうそうそう。でこれちょっとね、始める前にちょっと迷うんだけど、うん、これ発音がさ、 A じゃないかなのか、うん、A じゃないかなのか分かんないんだよね。ごめん。俺は違いがよく分からなかった、今の2つ。あ、そう。これ普段さ、 A じゃないかって使う？小太郎はなんか使ってそうじゃない？どういうことで？なんかこう、やめてよみたいな。 A じゃないかみたいな。もう本当にどうしようもないわ。使わないね、多分普通の人は。そう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 。まあこれね、 A じゃないか、だからこの運動っていろんなね、謎もあって、今でもね、結構研究が行われているようなものなんでね。へえ、そうなの。そうそうそう。去年とかで「燃えよ剣」って映画であったと思うけど、うん、その中にもね、一瞬 A じゃないか出てきたんだよ。ああ、そうなんだ。そうそう。でもね、何にもね、細かく解説されずに、やっぱ通り過ぎていくというか、うん、あれ何なんだろうって、なんか自分もちょっと前から気になってて、うん、まあそんなのがちょっと今日はクリアになれたらいいなって思ってます。うん、ぜひとも。で、ということで、まず時代背景からなんだけど、うん、これは1867年に起こったんだけど、うん、この年っていうのは、
幕府がさ政権を天皇に返した、まあ、大政奉還っていうのが行われて、うん、で王政復古の大号令によって、まあ、倒幕派による新政府が誕生してるんだよね、うん、そうそう、だからこの約260年続いた江戸幕府が崩壊するっていう歴史的に大きな転換点の年でもある、うん、で A じゃないか運動っていうのはこの最初に言った大政奉還が起こる少し前に発生してるんだよね、うん、でそんな時にあったっていう背景だけちょっと覚えててほしいんだけど、うん、で発生したきっかけっていうのは、うん、神父の降下って言われてんだよね。ん？神父？そう、もうここでちょっと親って感じだよね、うん、神父っていうのはあの神社のさお守りとかお札とかをさ神父って言い方するんだけど、うん、これが空から降ってきたっていう風な記述が多くあるんだよね、うん、これ降ってきたっていう表現をされるんだけど、うん、よくよく調べていくと多くの証言は例えば朝起きると家の庭にお札が置いてあったとか、うん、店先に、まあ、お守りが置いてあったとか、うん、でこれを人々はそれを見て空から降ってきたっていう風に解釈をした人が多かったんだよね。ああ、なるほど。そうそう、まあ、なんか空っていうものをさ今以上に多分ね神聖視するような考えっていうのがあったって言われてんだよね、うん、そう、まあ、今でこそね空って結構身近っていうか、まあ、飛行機乗ったりとかさ、うんね、パラグライダーしたりするんじゃん。いやパラグライダーは小型太郎だけだよ。そうそう、まあまあだからなんかこの空というか、まあ、雲の上とかそういうのに結構神秘的なものを感じてたところがあったのかもしれないね。ああなるほどね。うん、で結局はさ、まあ、これ誰かがわざと置いたっていうのがやっぱり有力なわけよ。うん、うん、そうでこれはねいろんな説があるんだけど、うん、倒幕派の志士がこれに関与してたんじゃないかっていう説があの結構あるの。うん、うん、これはさあの自ら倒幕派の志士が札を作ったっていうあの本人の証言があったりとか、うん、薩摩藩があの大量の運動資金をこう流してこういう運動にこうお金を投じたっていうような資料も確認されてる、うん、そうそう、ただこの大規模な運動全てがそうかって言われるとこれはちょっとわからないことがあって、うん、たださこの倒幕派がなんでこういうふうに関わるメリットとしてはさ、うん、彼らっていうのはさ騒ぎを起こすことでさ活動をさ幕府側から見つかりにくくなるっていうメリットがあるんだよね。ああ、そうそう、自由に活動しやすくなるっていうか、例えば前新選組の時やったけど池田屋事件とかもそうだよね、うん、あれもさ結局幕府に見つかっちゃってさ隠れて談合してたところを見つかっちゃったんだけど、うん、そんな風にさあの町全体とか地域ぐるみで騒ぎに起こってしまえばさ倒幕派っていうのは動きやすいっていうのがあるっていうのが、まあ実際に、まあ、当時 SNS とかないかんね。うん、まあそうだね。そう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 、実際にさこの民衆運動によって幕府のこう監視する機能っていうかそういうのを一時的に数ヶ月ぐらいだけど麻痺させたとも言われてんの。あーなるほどね。で、きっかけはさこうやって誰かが意図的に行ったかもしれないんだけど、うん、この運動っていうのは日本各地に広まって膨れ上がってた。うん、これはね場所とかはね伊勢とか京都大阪名古屋横浜江戸とかね、うん、これねどっちかっていうと江戸から西側の地方で見られる現象なんだよね。あ、逆に言えば北の東北とかそっちの方では確認されてないの。へえ。でもそれでもさこんなに広いさ範囲を引き起こした民衆の行動っていうのは今まであまり例がないんだよね。うん、でこの A じゃないかの内容というか状況なんだけど、うん、神父類っていうさっきお札とかお守りが、まあ、降ってきたとされて、うん、じゃあそれを拾った人は例えば地域の祠に祀って、うん、その前で数日歌ったりとか踊ったりとかしたりとかするケースとか、うん、あとはあのお札が降ってきた家には祝宴をあげて周りの人々に酒や食事を振る舞ったりとか、うん、あとはもう A じゃないかってこう街中練り歩いて歌いながら踊って、例えば集団で民家を見つけてもう泥まみれの足のまま座敷へ上がり込んで、うん、そこで A じゃないかって踊る。あ、まあ、いろんなパターンがあるんだけど、うん、でもさ上がり込まれた家っていうのはこれ酒や食事をね振る舞うんだよね。あ、そうそう、これはさ、まあ、神からのものが届いたっていうような信仰心の表れかもしれないんだけど、
多くはさ集団がこんなにやってきてこの脅威をさ感じてるところも多いんだよね。ああ、まあそうだよな。そうそうそう、なんで自分たちの自己防衛のためにお酒や食事を、まあ、振る舞うしかなかったっていう状況もあるんだよね。うん、でとにかくさこう一見狂ったような、まあ、集団なわけよ。うん、で参加者っていうのは顔に墨を塗ったりする場合もあるし、うん、仮装したりね、男が女になったりとか、うん、女が男の格好をしたりとかして、うん、これはねなんでするかっていうといろんな説もあるんだけど性別差別の解放要求なんじゃないかっていう見方もある。うん、そう当時さやっぱ男と女でかなりのさあの待遇が違う世の中だし、うん、特に女性はね社会進出なんてさ今もう考えられないぐらいな世界なわけじゃん。うん、そう、そういう訴えも あるんじゃないかとも言われてる。あ、そうなんだ。そうそう、で中にはね本当帯に前にさ半紙1枚垂らしてあと全裸みたいな、うん、いう集団もあったりとか、うん、でね掛け声ねいろいろあるんだよこれ。あ、例えばこれなんか放送できるかちょっと分かんないんだけど。そういうこと。淡路島だと、うん、おまこ神晴れへげたらまた晴れいいじゃないかっていう掛け声があったりとか。え、もう一回。いやいやいや、いいだろもう。これね、ちょっとあえてまあ多分そのまま通じると思うから、うん、そうなんか性的解放を示すような言葉ってこうちょいちょいあるのこれ、うん。その解放要求なのかな民衆の、うん、のが込められたりとか、あとはね、心あたりは神が降る、そりゃええじゃないかとか。あと阿波とかだと日本国の世直りはええじゃないかみたいな。ああ。そうそう。これはなんか社会的なメッセージというかさ、世の中がもっとこう良くなったらええじゃないかみたいなさ、うん、にも取れるし、で、こんな風にさ、集団で踊りながらええじゃないかっていう言葉をよく発したの。うん。で、この言葉さ、なんかこう投げやりな意味にも聞こえるよね。まあそうだね、なんかストレートに捉えるんだったらちょっとこう受け身的な感じはする。なんかもうしょうがないよみたいなさ。ああ、そう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 、なんかその言葉が結構引きつけられたのかなっていうのもあるしね、当時の人たちに。うん、なんかね、政治のことなどどうでもええじゃないかとか、うん、幕府でも朝廷でもどちらでもええじゃないかっていうような意味も含まれていた言葉もあるんだよね。ああ、なるほど。なんか僕は好きな言葉だけどね。どういうこと？いや、個人的に。あ、何？え、ええじゃないかが好きってこと？うん、ええじゃないかって言葉いいよね。あんま使わないけどさ。まあ、小太郎は確かにさ、ほら、冒頭でも言った通り、使ってそうなイメージはあるからさ。使ってないだろ。で、こんな風にさ、きっかけっていうのは、誰かのこう意図的なものだったかもしれないものが、大規模で一見変わった民衆運動となってったんだよね。あ、で今日話したいのはさ、これほどまでにさ大規模なものになった要因というか根本的にあるものっていうのをちょっと考えてみたいなと思って。あ、例えばさ、自分のさタイプじゃない人がさ目の前でさハンカチを落としたとしてもさ、うん、なんか落ちてますよくらいじゃん。タイプじゃない人っていうのはあれね、異性ってことね。あ、異性だったのね。うん、そう、それがさ、例えば好きな子だったらさ、うん、好きな子が目の前でハンカチ落としたらなんか運命なんかじゃないかって心が踊ったりするわけよ。あ、なるほど。なるほどって。これはさ、だからすでに心が傾いてるところにハンカチっていうきっかけがあったに過ぎなくて、うん、これがまさにさA じゃないかにがさ、神父の効果がハンカチだとしたら、うん、どうだろう。どうだろうってなんだよ。なんで投げかけられてるんだ俺は今。ということです。何が人々をそうさせたかっていう要因2つほどちょっと挙げてみたいんだけど、うん、当時さ民衆がまあ置かれていた状況を考えるとちょっと見えてくるものがあって、うん、これはさ、江戸幕府が崩壊するっていう歴史的に大きな年だったっていうのは冒頭で言ったんだけど、うん、一方民衆の状況っていうのは、うん、日本自体がさ、今まで鎖国をしてたものが開国したことによって、うん、外国からの輸入品が、まあ、多く入ってくるようになって、うん、これがさ、国内のさ、物価を上昇することにもつながったりとかして、うん、生活は決して楽ではなかったっていうのが、うん、
で A じゃないかのさ前年なんだけど、うん、米がねすごい不作だった年なんでね、うん、で飢餓に苦しむ民衆っていうのは多くいて、うん、江戸時代の中でもね百姓一揆とか打ち壊しっていうのが最も盛んに行われた年でもあるの、うん、でそれぐらいなんだろう民衆の不満は溜まってたし暮らしも極度に苦しい状態であったっていうのが前年の年なんだよね、うん、で A じゃないかがあった1867年っていうのは晴天が続いて米とか農作物は意外とその豊作ってよく実って豊作になるんじゃないかって見通しが取れた年なの、うん、そうで彼らの願いっていうのはやっぱり政治がどうこうよりもさただ今ある自分たちの生活がさ目の前のものが豊かになることっていうそういった思いが強く根本的にあるんじゃないかなっていう見方があって、うん、これがまあ一つ目のまあ要因というか、うん、で二つ目がさ昔からある習慣とか信仰心なんだよね、うん、日本っていうのはさ古くから歌や踊りっていうのは行われてきたのがあって、うんまあ、例としてはさ日本書紀にも書かれてるんだけど、うん、イザナミとイザナギっていうのがいて、うん、これが大屋島の島々を生んで次にさ神々を生んで、うん、でイザナミっていうのが火の神火神を生んで亡くなっちゃうんだよね、うん、でその神の魂を祀るのに歌い巻いて祀るっていうのが記されてる、うんまあ、そんな風にして古くから歌とか踊る舞うっていうのは大切にされてきたところがあって、うん、で江戸時代で見ると実は、ね、おかげ参りっていうのが A じゃないかにすごく近いというか派生したものじゃないかって言われる見方があって、うん、これはさおかげ参りって伊勢神宮にさ大勢のさ群衆が参拝する行動というかそういう現象をおかげ参りっていうんだよね、うん、で伊勢神宮っていうのはさもともと日本でも特別な存在というか、うん、天皇家の祖先の神を祀ってるという神社として、うん、その神社の中でも最高の地位というか特権が与えられているような神社なんだよね、うん、それは江戸時代だけじゃなくてもう前々から多くの人が訪れるっていう傾向はあったんだけど、うん、江戸時代に入って1705年とか1771年、1830年ってこの3回なんだけど、うん、ものすごく大量に伊勢神宮に参拝するっていう現象が起こってる。これね、直近のね A じゃないかの1個前のおかげ参りは、うん、4ヶ月でね約480万人ぐらい参拝したじゃないかっていう記録があるんだよね。相当だよねそれってそう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 。そう、まあ、ただ正確な数字っていうのはちょっとブレがあるかもしれないけど、うん、例えばさこれ2021年の伊勢神宮の参拝ちょっと調べてみたんだけど、うん、これね約550万人だ。あだってね人口が違うし移動手段だって全然さ今とは比べ物にならないほど発達してなかった時代でイーブンとは言わないけどちょい下ぐらいで参拝してるわけでしょ。そうしかもこれ1年間の数だからね、うん、でさっき言った1830年4ヶ月で480万ぐらいって言われてるから、うん、もちろんちょっと比べるとこが2021年ってちょっとコロナの影響もあって少なくはなってるんだけど、うん、それでもさっき言ったようにさ人口が幕末の頃って推定3000万人も日本っていないって言われてるから、うん、それを見ると相当だよね。まあ、人口比で言ってもそうだしね、少なくとも伊勢神宮にこう行くってなるとさ江戸から伊勢神宮とか結構しんどいっしょ。いややばいよね、うん、で今だったらさちょっと新幹線乗って乗り継いででさ、まあ、4、5時間で行けんのかな今は。うん、4、5時間かかんねえか今そう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 。でそのぐらいですごい経済効果がねこの当時もあったんだよね。うん、そうもちろんすごい数の人が動くからさ、うん、でこの行くまでのさ沿道沿いというかのお店とか宿とか物資はたちまちこうなくなって、うん、物価がねどんどん値上がりするっていう状況も起こってんの、うん、これ特に何の値段が上がったと思う？何の値段例えばおかげ参りする人が一番使うものっつったら何だと思う？おかげ参りする人が一番使うもの、神社に行くのになんか使うっけ？ね。いや全然わかんないわ。これねわらじの値段がすごい上がってんだよね。ああだから旅するのにやっぱり何足も履き替えたりするのかな？そう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 。最高ね3倍ぐらい上がってるんだよね値段が。
へー。まあ、あと他にもいろいろあるんで、あのこのおかげ参りで秘釈を持ってさ、あのなんか行くっていう風習もあったりとかするから、うん、秘釈の値段も上がってたりするし、うん、まあ、こんな風にしてあのちょっとおかげ参りっていうものが実際に A じゃないかの前々からあるってことなんだよね、うん、でこのおかげ参りについて言うとちょっと発生する条件があって、うん、百姓一揆が、まあ、起こりにくい状況の年に多くある。あ、これつまりさ、豊作というか米がよく取れたりとか農作物がよく取れる時っていうのはおかげ参りが起きやすい。あ、でもう一つあって A じゃないかの前の直近3回のおかげ参りは、うん、全てね約60年周期で繰り返されてきてんの。うん、あのこれさ、今還暦とかでも60で祝うじゃん、うん、これってさ、えとは12支で、うん、12年で一周って思うかもしれないけど、うん、本来は十二支に実感っていう十のこの要素と組み合わせて、うん、この組み合わせで60年で一周っていうような見方があるんだよね。あ、そうだから還暦っていうのはあの満年齢で60歳の時に自分が生まれた年の干支に初めて戻るっていう意味なの。あ、なるほど。そうだから日本人ってこの60っていう数字を特別にしてきたっていうのもあるんだよね。うん、そう、これはさ、あの伊集院光もそうだったし、うん、ちょっと待って、うんって、うんって、いや伊集院光って60なんだっけっていう感じだったんだけど、違う違う、伊集院光のほらプロポーズの言葉知ってる？いや知らないよ。あの僕と60年間勘違いしてみませんかっていうのがプロポーズの言葉なの。へえ、ああ、でそれが還暦の60ってことね。そう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 。知らんわ。いやでもなんかねすごいね、こんなこと言えないね、なかなか。まあ伊集院光は頭いいからね。ね、恋愛なんて所詮勘違いっていう意味らしいよ。ああ、なるほど。まあ分かんなくはないけどね。うん、中丸もそんな風だったっけ？俺はほら別に恋愛とかはねあんまりしない人だからさ。どういうことだ。小賀太郎はほら声大きいね人生送ってきてるけどさ、俺はほらねどちらかというと迫害されてきた側の人間じゃん。誰にだよ。いや世間に。まあ、あのこんな風にさ、このおかげ参りっていうのは60年周期で行われたことが直近3回ではあるんだよね。うん、これをさ、だから60年経つとおかげ年が来るっていう風に言われてきたこともあって、うん、ただ A じゃないかは実は1867年だから、あの30年ぐらいしか経ってないのよ、その前のおかげ参りから。あ、だから最初に言ったように誰かが意図的に行ったんじゃないかって言われるのもそういうことなんでね。うん、まあ、ということでさ、今2つちょっと挙げた中に、うん、この A じゃないかが起こったのはその当時の置かれた人々の民衆の状況があって、うん、それプラスさ、あのその伝統というか昔からある習慣というか、まあ、信仰だね、うん、が合わさって、そしてその神父の効果をきっかけに、まあ、起こったんじゃないかっていうのが、まあ、今んとここれが有力な説なんだよね。前年さっき言ったけどさ、江戸時代で最も多かった百姓一揆とか打ち壊しがあった年なんだけど、うん、これをさもってしてもさ結局状況は変えることができなくて、うん、だからこそあの人々はこうアプローチを変えて、うん、この一見コミカルに見えるような変装したりとか歌や踊りっていう行動を起こして、うん、こういった民衆運動を起こしてるんじゃないかっていう。ああ、なるほど。そう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 。でさ、注目すべきところっていうかさ、うん、これさ結構さコスプレのルーツとも言われてたりするのよ。お、戦後さ SF とかさ漫画アニメの影響でさコスプレって流行ったりしたけど、うん、実はさ日本人ってはこの A じゃないかもそうなんだけど、江戸時代の頃からも民衆がこうやって変装して仮装とかして楽しんだりとかいう風にしてるんだよね。へえ。だからね、今日本って言ったコスプレすごいじゃん、うん、でその陰にはやっぱりこの昔からのこういうものがあったんじゃないかなってちょっとハッとしたんだけど。あ、なんか昔のそのなんていうの、日本人としての DNA みたいなものが今にまでこうつながっているみたいなね。そうそうそう、たまたま日本がコスプレが流行ったんじゃなくて必然的なんじゃないかっていう。
なるほど。小太郎もね、コスプレするもんね。やばい。どんな方向性持っていきたいんだ。で、それとさ、今までさ、おかげ参りのようにさ、まあ、大勢がこう、伊勢神宮を参拝するっていうことは、ええじゃないかではなかったんだよ。うん。なぜならさ、こう、降ってきたお札とかお札っていうのは、うん。地域で信仰してる神社のものが多かったの。ああ、なるほど。そう。おかげ参りの時はね、あ、もちろん、そんなにお札が降ってきたっていうのがきっかけではなかったりもするんだけど、うん。伊勢神宮のお札とかが降ってきたっていうのがあって、うん。それでね、伊勢神宮にさらに多くの人が行ったっていうのがあったんだけど、うん。この A じゃないかでは、伊勢神宮のお札っていう必ずしもそうじゃなくて、うん、地域で信仰しているような神社が多かったから、地域ごとで歌や踊りを歌うっていうような、そんなね、ちょっとおかげ参りとは違うんだよね。あとさ、一揆や打ち壊しのようにさ、あからさまな攻撃的なさ、民衆運動ではないんだよね、これ、うん、しかもさ、一揆とか打ち壊してさ、年貢を減らしてくれとかさ、免除しろとか、そういう目的が明確じゃん。うん、うん、そうだね。だけどこの A じゃないかっていうのは、目的がさ、一見さ、なんだろうっていう、それは今でもやっぱわからないところがあって、うん、謎めいてるというか、うん、っていうところが、まあ、あるんだよね。ああ、なるほど。そう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 。あとは内容の中で触れたけど、おかげ参りの時もそうなんだけど、うん、お金のない人が無一文でおかげ参りの場合は伊勢神宮にお参りにしに行ったりとかするわけよ。うん、うん、それでも実際にお参りして帰ってこれるっていう状況があったの。その道中にはさ、宿や食事を無料で提供してくれる人たちがいて、うん、で実はね、この藩もサポートをする、こう施工したりとか、うん、そういうのがあって、あとは裕福な家の人が積極的に提供するっていうことが実際に見られた、うん、でこれは A じゃないかでも実際そういうことが行われたの。もちろん半ば集団の圧力っていうのがあって、しょうがなくやったところもあるかもしれないけれども、うん、なんかこういうさ、地域間での助け合いっていうかさ、交流っていうのは今よりも濃い時代だなと思って。まあそうだよね、そのイメージはなんかあるね。ね、これさ、明治以降になっておかげ参りっていうのは起こってはいるんだけど、うん、宿の提供とか食事をこう無料で振る舞うっていうことはどんどんなくなっていったんだよね。で今なんても絶対ないよね。まあ金だよね、金だよ、お金だよね、何するのにもね、うん、でもちろんさ、無銭飲食になるからもうすぐ捕まるよね。まあそうだね。確かにさ、これ集団で自分の家を押しかけられてさ、 A じゃないかって踊られたらさ、恐怖と怒りでしかないよね、今はね。まあすぐ通報だね。でもなんだろうな、自分はさ、このどこかでさ、 A じゃないかみたいな時代を望んでる自分もいてさ、うん、まあ、そんな日本も見てみたいなって思った今日この頃でした。なるほどですね、小型郎っぽいですね、確かに。何が、まあということで、となんか分かった、これ、ごめん、全体像が見えたかな。いやA じゃないか運動自体はさ、やっぱり名前は知ってるけどさ、うん、じゃあなんでとかさ、そういう部分ってあんまりこう考えてこなかったというか、多分ほらそれも正解がないじゃん。あ、そうなんだよね。だからさ、なんかそういうのがありました終わりみたいな、多分理解の人多いと思うんだよ。うん、なんかきっかけ的なもんだったりとかさ、今までこういうことがありましたみたいなさ、そういうところがちょっと今日は知れたから、まあ良かったかなって思いますね。ありがとう。ね、やっぱりね、そこに注目できる、着目できるっていうのが小太郎のすごいとこだなって俺は思うよ。でも、多分、需要ないけどね、これ。いや、どうなんだろうね。まあ、ということで、今日はですね、A じゃないか、または A じゃないかをお送りしました。いや、だから分かんねえよ。どっち、何が違ったんだよ。ごめん。まあ、もしよかったら、気軽にね、フォローしてもええじゃないか、コメントくれてもええじゃないか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。あうんの呼吸だったじゃん最後。俺素晴らしいね。